ショーン・エヴァンスは、イギリスの俳優。代表作は、ケージ・モース・オックスフォード事件簿の、主演・エンデバー・モース役。北アイルランド出身の家系だが、エヴァンス自身は、リバプールで生まれ育った。父は、タクシー運転手、母は、病院で、ケアワーカーをしていた。11ヶ月年上の兄がいる。奨学金を得て、セント・エドワード・カレッジへ進み。 1991年から1998年まで在籍、演劇を始めたのは学内のプロダクションでだった。ナショナルユースシアターのコースを終了した後、17歳から18歳の頃にギルドホール音楽演劇学校で学ぶためにロンドンへ拠点を移す。初めて与えられた大きな役は2002年にチャンネル4で放送された。 コメディドラマ Teachers の第2シリーズで演じた芸のフランス語教師ジョン・ポール・キーティング役であった。翌年、The Boys from County Clear で映画初、出演、バーナード・ヒル、コルム・ミーニー、アンドレア・コアーラと共演した。その後、華麗なる恋の舞台で、The Situation, Frozen Time, Go On, Boy A, Dell Star, The Jomie Story, Princess Kaiura に、 クライブ・バーカード・レッド、恐怖などに出演。テレビでは2002年にドキュメンタリードラマ・ザ・プロジェクト内でエリザベス一世を題材にしたミニシリーズでサウサンプトン白爵を演じた。同作後にアメリカ PBS で2006年にイギリス国内でも2006年1月に一つの作品として放送された。ジョーペンホールの舞台ブルー、オレンジにも出演した。 他のテレビドラマ出演にマーダーシティ、アッシュズ・ツー・アッシュズ,シュズ・ザ・テイクなど、ロイス・マイルズ演出の舞台、カート・シドで、ロックバンド・ニルバーナのボーカリスト兼ギタリスト、カート・コバーニ役を演じた。2012年、BBC の歴史ドラマシルクで、ダニエル役を演じたほか、ザ・ラスト・ウィーク・エンドに出演した。同年、ケージ・モース・オックス・フォード事件簿で主役のエンデバー・モース役に抜擢された。 同作は、イギリスで20年以上放送された刑事ドラマ、主任警部モースの若かりし、頃を描いた作品である。2015年1月から2月にかけて、ピーター・ソーターの舞台ハロー、グッバイに出演した。2012年から主演している、刑事モース・オックスフォード事件簿シリーズでは、アソシエートプロデューサーも担当。BBC の超重量ドラマキャジューアリティの、 数話で監督を担当した後、刑事モースオックスフォード事件簿で S6E2 アポロと S7E1 オラクルでも監督を担当している。ありがとうございます。